はい、お疲れ様です。2018年2月の11日日曜日です。今日はね、3連休の中日なのかな。なので、そんなに人も来ないんじゃないかなと思ってたら、いや意外や意外、結構今日初めて来ましたっていう子が結構いてね。で、初めての人とだけだよ、対戦しました。初来店の人とだけ、千人切りのね、例の対戦をしたんですけど、今日8試合やってるからね。初来店だっけ？いや、久しぶりに来た人も2人いたから、じゃあ初来店が6人で、2人は久しぶりの子かな。まあそんな感じで、今日たくさん、例の千人切りの動画をたくさん撮ったっていうこと。で、また、切った人数もだいぶ進んでですね、何人ぐらいいったのかな、今な。今、今日142人倒しましたよ。はい。まあ1000まではまだまだ遠いですけどね。ただ一応142人のデュエリストを倒したということだけね。これからも頑張っていきます。まあしばらくは1000人いかないからさ、初めてお店に来てくれた人たちはぜひ僕と対戦してくださいね。はい。ただその1000人切り今何人ですかってよく聞かれるし、まあ同じくらい例のバッケン号グレンモルト何枚集まりましたかも聞かれるんだけどね。ちなみにバッケン号もまだ1枚200円でガンガン買い取りしてますよ。やっとね600枚ぐらいになったのかな。これも目標の、まあ、偶然同じ数字ですけど1000全然まだね届いてないんで、1枚200円で頑張って買い取ってます。ぜひお持ちくださいね。はい。で、あとでデッキの方ね、僕のそのデッキ、今までその使ってたデッキをまあちょっとGP 用に改造しようということでですね、爆丸くんのデッキをやっぱり今一番よく使ってたんですけど、まあそれだけでちょっと弱いんじゃないかっていうことで爆丸くんに、デッドゾーンを入れた形で今頑張って、対戦してます。まだちょっとね、作ったばっかりでのかな、まあね、慣れてないんでね。でこのデッキで、本当に使いこなせるようにたくさん練習しておこうと思ってます。ちなみに、この爆丸くんですね、僕今すごく一番使い勝手がいいというか、好きなカードでして、これと一緒にね、写真を撮ってね、インスタグラムに上げてます。インスタグラムって皆さんやってるのかな？結構インスタグラム、自体やってない人も多いのかもしれないけど、いろいろね、こういう風に写真を撮ってね、インスタグラムにどんどん上げてます。タイトル、全部ね、ハッシュタグをつけて「爆丸くんと一緒」っていうタイトルでねやってるんで、もし僕のインスタを検索するというよりも「爆丸くんと一緒」で検索すると出てくるんじゃないかなと思うんですよね。はい。まあ、しばらくはね、僕ずっとこの「爆丸くんと何か」、まあ、僕の写真、自分の写真とかも出すんだけど、必ずその「爆丸くんと一緒に写ってる僕」とかね、そういう形でどんどん出していこうと思ってます。はい。なので、バグマルくんと一緒で検索をしていただく。もしくは誰かが同じようなことやってくれてもいいよね。うん。同じようにバグマルくんで写真撮ってってもいいし、もしくは全然違う別のね、自分の好きなカードと一緒みたいな形でやってくれてもいいかなと思ってます。ちなみにこれはペランダムと一緒？ドキンダムっていうカードのペラペラしたバージョンがあるじゃないですか。プラスチックみたいな。あれと一緒に写真を撮ったり動画を撮ったりしてる、元兄さんっていうね、元気くんってこの、動画のネタをそのまま使わせてもらって、で、みんな好きなカードをね、こうやって一緒になんかやっていくの面白いんじゃないかなと思って、始めました。はい。だからみんなもどんどんやったらいいんじゃないかなと思います。はい。で、まあね、インスタグラムの方もぜひよろしくお願いしますということです。はい。じゃあまあ明日もね、祭日なんで、また新規来店の人とね、対戦できるかなと思いますんで。はい、お店に来たら気軽に僕に声をかけてください。はい、じゃあお疲れ様でした。じゃあ失礼します。